13日の金曜日実況プレイ始めたいと思います。今回2回目ですかね。でまたね、私もしばらくやってない、多分前回動画撮って以来なんで相当前なんですけど、んでちょっと操作もおぼつかない可能性がジェイソンになっちゃった。カウンセラー選んでたのに。奴らが私たちにしたことを思い出させなさい、ジェイソン。あ、殺しなさい。ママンの声こんな感じなんだ。そう、なんかね、日本版が発売されることによってちょっと今現状私はこれ北米版やってるんですけど、気がついたら日本語音声になっていたらしいんですね。で今回それが初なんですけど、こんな感じなんだ。当然ジェイソンはね、声出さないから、ではコントローラーのバッテリー残量が少ない。ちょっと久々なのになんでジェイソン当たるかな。今の視点上になんかいるの、いますの。助けてくれ、助けないよ、逃げろ、やめてくれ。あ、くそ、嫌だ、殺される。逃がさないからな。どういった、何やろ、渡れい渡れい。ナイス。お母さんのために殺す。ママンの声こんな感じなんだね。シフトは利用可能か。どういった、地下。この野郎、どこ行ったの？誰だあれは。二人いる。ん？どうした？あれ？やめて！この人はもうしょうがないね。なんか奴らを殺してツケを払わせる。しまった。家の中入ったよね、今ね。入んなかった？あ、いない。車のとこ行きますか。うん、よし、はま、双子か。
クソ失敗。だめ。あ、クソナイフ。これだから。オラオラ系ですか。よっしゃー。そう、お母さんのために来る。で、そこにもいるね。使った方がいいかな。あ、くそ、やっぱシフトグラブって難しいんだな。あ、知らない。あー、もうこいつうまい。ね、うん、ここにいたな。やばい、岩マジっすか。あ、岩登れない系。あ、もったいな。うん、あのブランド許すマジ。みんなオラオラ系だね。どうした。ナイフ持ってませんように。よっしゃ、止まっておけない。マジ、奴らを殺しなさい。私たちと同じように苦しめる。家の中じゃないよね。家の中か。外出たな。あ、マジっすか。か、うーん、この辺にいればいいかな。はい、もうオフ。ニガさん、あー、もうナイフ持ち目。この野郎、もう持ってないべ。持ってる。殺しなさい。
やべえ飛んじゃった。嘘でしょ。罠仕掛けてたのは分かってんだぞ。罠ないな。やられた。そういうことね。あっちにいるな誰か。ねジェイソン走るの難しいんだよね。お疲れ。一緒一緒。やめてくれ。お前がな。もう腹立つなこいつ。くそー。シフトグラブね成功したの一度だけなんだよね。もうねあのブランドムカつくなどういったまた危な。ああとりあえずすっきりしたけど仮面剥がされた。クソ。お母さんのために殺し。あとは何人いるの？これさ見れ味方どうするんだっけ？あ怖い。間違えた。シフトじゃない。ああ、もったいないことしたよ。ああ、まずった。どっちだ。警察切ったから反対か。ああ、シフト使っちゃった。もったいないよ。シフトじゃないや。こっちでいいんだ。へいへいへい。よいしょ。オフ。
この微妙なとこに降りるんだよね。ちょっと腹立つ。警察でしょ。あとちょっと待つしかないかな。あとね、ちょっと人数が、あ、もったいない。誰か来ないかしら。この辺にちょっと罠でも置いてみる。罠だらけにしてみる？もう使わないし。誰かしら引っかかってほしいな。で、あと何人いるの？誰に、何人いるの？カメラ目線。残り2分か。これ逃げ切れるな。警察じゃなくてもこれあかんわ。ない。この辺にはいないか。一回戻ってみる。来てない。あ、これ逃げられるな。これは警察来ないね。近くにいない。ちょっとどこでもいいから飛んでみるか。この辺うわー、いない。あ、トミーを苦しみなさい。ラストトミーだったんだ。マイスウィートスウィートジェイソン、マミーがプラウドユー。なるほど。いや、もうジェイソンなんかほとんどやんないからな。もうパークもまともなもん持ってないし、殴り殺すぐらいしかできないよ。あの、ポイントいっぱいいただきました。はい。殺害、投げられた殺害脱出。あ、一人脱出してるし。
くそー。はい、こんな感じですね。くそ、カウンセラー選んでたのにな。さて、ここのマッチングが長いんですよね。でね、ジェイソンは何だろう、まあこんな感じでマックス、ジェイソンも含めて8人マッチでプレイするので、まあ比較的どっちかっていうと、あのフレンドさんとわちゃわちゃ楽しめる動画、あのゲームなんじゃないかなと思います。マックスだから7人。あーでもどうだろうな。ジェイソンはまあ難しいけど、好きな人は好きですからね。なんでジェイソンもできる人も集まれば、なかなか盛り上がると思うんですよね。私はあのね、もうご覧の通り、あの独り言大好き配信者なので生配信しないので、録画なので基本一人で撮って、あははって楽しんでいる吉が野郎なんて、吉が野郎って。なので、まあ、全然その辺はいいんですけど、多分、友達同士で集まれば結構面白いゲームだと思います。動画とかね、上げてる人見てても、友達とやってて、結構大騒ぎしてやってますもんね。なので、まあこんな感じでちょっとマッチングね、あの知らない人でやるとやっぱりマッチ遅いんですよ。でこれね、8人じゃなきゃできないゲームじゃないのでね、あの最悪4人とかでも全然できるので、もう2人は最悪ね。でもやったことありますよ。なので、日本版出たら、まあ、もっとユーザーが増えて、みんなでキャキャってやる動画が増えていくんじゃないかなと思います。友達が嫌いになっちゃったとしても、結構いけますよ。カウンセラー同士での相談はしにくいけど、そこがまたね、動画で見てる分には面白いんですよ。言いたくても言えない、このもどかしさみたいな。で、あれですよ、まあ、自分キラー、あ、まあ、デトバイみたいに自分キラーやらないんでできないんでではなく、もうランダムにしてしまえば、逆にもうキラーになった人は強制的に頑張れみたいな、そんな形でも全然いいと思うんですよね。全員が初あのキラーあのジェイソン初心者ならば。さてさて、今度こそちょっとキラージェイソンじゃなくてカウンセラーでありたいんですが、とりあえずショーマップだと助かるね。クリスタルレイク、そう、日本語にいつの間にかなっていたので、ちょっとカウンセラーの声も聞いてみたいんですよね。動画でね、あの誰かの、はい、あの動画を見た時にミッチの声は聞いたんですけどね、まあまあまあイケボだったですよ。
うっそでしょやられた。ジェイソン、マッチすること、マッチしにくいことはあっても、落ちることでそんなになかったんだけどな。ちょっと残念な感じですね。こっから長いんですわ。なんでフレンドなんかとやるんだったら、間違いなく人数集めといた方が無難ですね、これは先に。いわゆる野良呼ぶとこういう目に遭うのでまあ今んとこね、日本版、私北米版なので、これマッチングなんかほとんど外人さんとなんですけど、パソコン版はそんなことはないんだろうな、これ。だから早う日本版の、ね、日本サーバーで対応して、でやる人も増えてくれれば、マッチングも早くなるんだろうなと思うけど、自分がほら、こうなっちゃうとさらに長いんですよ。とっととね、ある程度出来上がってる部屋に入っちゃわないと、こっからさらに人が増えていくのってすごい時間かかるんで、まあ、閉じちゃいます。はいはい、やっとマッチングしたので、ちょっとやりたいと思います。で、これ普通のマップだね。小マップじゃない感じだね。で、キラーは、ジェイソンは私ではないと。よしよし。はい、エロい下着、下着じゃないよ。信じられない。人を殺すなんて。あら、日本語。意外と普通。やべ、家行かなきゃ。嘘でしょ？やられた。切られた。それでもちょこっとポイントもらえるんですけどね。多分ジェイソンになっちゃったから切ったんだな、これな。マジンコ。はい、もう一回マッチしました。ちょっとまた時間かかったわ、もう。あの、いせぐれい。あ、よかった。助かったと思ったわ。みんな逃げたかしら。みんな逃げたかしら。はい、さっきちょっと途中でコメントがブツッと切れましたけど、エロい水着です。違う。まずい。いきなりまずい。いきなりまずいぞ、これは。
これはかなりまずいな。なんもない。お、いなくなった。あ、ここヒューズの家か。だからだ。しかしアイテムはめっちゃ取られたな。やばい、また来た。ん？指のお姉ちゃん、やばいやばい。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。いない。危ない。てかでっかい家か。ヒューズ、ヒューズ探そう。墓地もね、たまにアイテムあったりするらしいんですよね。木の棒ないよりマシ。武器じゃないの？あ、違うんだ。うん、特に何もなし。今どこ？あっちか、あっちか。もう家なんかあらかた漁られたんだろうな。そのジェイソンはね、あの初動が大事なんですよ。やっぱり最初にあのアイテム取らないとこう本当にきつくなるので、アイテムは本当取り合いですよね、ぶっちゃけ。やばい、スタミナやばい。向かう方にジェイソンおるやんけ。戻らなきゃダメか。くそ。いや、ジェイソンまたそっち行った。ここはもう探索済みかな。いや、そんなことなさそう。戸締まり大事。ナイフ、せめてナイフ。ナイフ一本だけ。あ、車の鍵。ナイフください。ナイフください。あ、ない、なんもない。やばいな。次あっち行こう。ここもまだ未探索っぽいな、この辺は。はあ、なのにないよ。バッテリーか。何もないよ。パワーマップいらないよ。バッテリーか。あ、ちゃ。とりあえず持ってっか。でもこの子ね、おバカちゃんなんだよね。どうしようかな。おバカちゃんはね、ちょっと車の修理とか下手なんですよ。車あっちね。で、ここも一応見てくか。はて。こ
構大きめの家だな。ラップばっかり。うん、あ、ナイス。あべ、死体あるわ。まずいですね。アイテムなんもないわこの家。なんてこったい。ここは？何にもない。びっくりする。仕方ないな。閉めちゃった。もう。あ、ところで、すごいエロくないですかこれ。すごいエロくないですかこれ。ねえ、もうやばくないこれ。これもね、課金コスチュームなんですけどね。ここ見たよね。あ、全部開けとこ。うん。で、車の方の家、罠ついてたらどうしよっかな。鍵かかってる。罠、あ、罠ない。よし。わ、ちょ、数値いっちゃったな。ほら、来たー。速攻来たな、やっぱり。うん、なくなったか？なくなったかな。どうだろうな。怪しいな。俺やっぱりいた。ストーク使ってた。ガソリンもある。マジっすか。ステンコ使ってんじゃんな。そこにいるんだよね。出てきた。もう勘弁してくださいよ。くそー、外した。やっちまった。あぶな。やばい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 。来てない？まずいな。まずい、走れなくなった。
あーですよね。おぎゃなんてことだ。うわあ私最後だったんだ。え、多分、あ、違う、そんなことはない。何やってんだこいつ。残ってんのこいつかよ。ちょっと腹立つな。ジェイソン、こいつやって。おい。灰を見つけてこいつを。なんか腹立つ。ずっと踊ってんの？何してまうの？うわぁ！見つけらんないの？ジェイソン、なにこれ、見つからない踊り。あ、やめた。登ったら止まるし。腹立つ。今なんでちょっと動いたの？は一応止まってる扱いだから。あ、来た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 。何してまんのこの人。何だったの。あだば。負けました。あっさり負けるな。てかでも早かったよね。私さ、残り2人だったんだったら結構前半でみんな死んだってこと。はい。ああ、窒息叩き切られた。窒息窒息窒息叩き切られて焼かれた。あう。なるほど。私は一応叩き切られましたね。前ね、結構前にツイッターで上げたことあるんですけど、あれですね、なんだっけ、死因が死ぬまで抱きしめられたっていう死因でした。思いっきりハグされて背骨ポキーって折られて死んだんですけど、その死因が死ぬまで抱きしめられたって、ちょっとなんかときめくようなこと書かれて、本当に死んだって感じ。はい、じゃあ今回以上になりますね。本当はなんだっけ、メイソンでも撮ってみたかったんですけど、まあちょっと今日はこれだけに。ジェイソンになっちゃったからね、最初なので、ここまでにしたいと思います。ちょっとジェイソンはね、前も言ったけどマッチングに時間がかかるので、あんまりめったに動画には上げないとは思いますが、まあ、でも一応日本版出るので、またちょこちょこやっていきたいなと思います。はい、じゃあ今回以上になります。次回に続きます。